どうもレイです。9月の28日月曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。昨日は御嶽山が噴火して6年が経ちました。テレビのニュースやネットのニュースでもこの御嶽山噴火のね、記事というものがたくさん載っていました。その中から昨日のね、NBS 長野放送さんから配信された記事の方をちょっと引用したいと思います。御嶽山噴火から6年、麓で追悼式、遺族の悲しみ、生還者の無念は今も。御嶽山の噴火災害から今日で6年、麓では追悼式が行われ、遺族らが悲しみを新たにしていました。長野県大滝村で行われた式典では噴火発生時刻に黙祷が捧げられました。例年およそ150人が参列しますが、今年は新型コロナのため60人ほどに規模が縮小されました。6年前の噴火では58人が死亡、今も5人の行方が分かっていません。夫を亡くした伊藤さんは、何年経っても毎日後悔と反省の日々。同じく夫を亡くした野口さんは、毎日空を見上げながら、ごめんねって言ってます。なんで一緒に登らなかったのか。シェルターなどの安全対策が進んだ山頂では、節目の今日、多くの登山者が犠牲者の冥福を祈っていました。噴火に遭遇した男性は、生かされたことに対する感謝、あと行方不明の5人の方が早く見つかるように。そして一緒に登山した仲間が死亡した男性は、誘わなきゃよかったよね。あの時登らなきゃこんなことにはならなかった。噴火から6年、遺族や生還者は今も悲しみや後悔を抱えたままです。11時52分でしたかね、噴火した時刻です。100人近くの人が山頂付近にいたそうです。噴火して噴石が落ちるまでのね、時間というのはほんの数秒しかなかったそうです。犠牲者の多くはその噴石にね、当たって亡くなっております。この時のね、運命の分かれ道というのは、噴石をなんとか避けられるね、建物の中にいた、下屋の中にいたかいなかったかで生死が分かれたそうです。しかしね、実際に登ったね、登山ライターの方は、噴石に当たるか当たらないかは運次第だったよっていうふうにも語っています。今回この式典の中で遺族の代表者がね、このようなことを言っていました。6年も経つと風化が進んでしまう、その風化をね、なんとか止めたい、このようにね、言っていました。この御嶽山の噴火がね、風化されないように、私も毎年この27日もしくはこの28日の日に、この御嶽山の噴火のことをね、語っていきたいなっていうふうに思います。そして亡くなられた58名のご冥福と、今もね、見つかっていない5名のね、行方不明者が一日も早く見つかることをね、心からお祈り申し上げます。それでは9月の28日、今日は何の日をお送りいたします。世界狂犬病で、2006年に発足した狂犬病予防連盟が制定、狂犬病ワクチンの開発者であるパスツールの記述ということです。現在ね、愛犬に対して狂犬病のね、予防の注射っていうのをね、行わなければならないようになっていますけれども、その中でね、愛犬や愛猫を管理するためにマイクロチップなんていうね、ものをね、導入するようにもなりましたね。それでは次の話題です。パソコン記念日、1979年のこの日、日本電機 NEC がパーソナルコンピューター PC8000 シリーズを発売し、パソコンブームの火付け役となりました。ただね、これに関してなんですけれども、 PC8001 は日本で1979年の5月の9日に発表されまして、9月の20日に出荷が開始されております。ですので9月28日がパソコン記念日、パソコンの日として、この機種のね、発売日を根拠とした日付として語られることが多いんですけれども、 NEC の公式な見解は9月のみとなっています。ただパソコンブームというのはね、この NEC の PC8000 シリーズというのはね、火付け役になったことは間違いない事実です。そして、ファミリーコンピューターが発売されてしばらくしてからですかね、ファミリーコンピューターベーシックなんていうものがね、発売されまして、そこでね、パソコンの技術をね、覚えた同級生もいましたし、昭和60年代ですかね、周りの友人でもね、もう NEC のパソコン自体をね、購入して使っているっていうようなものもいました。
まあ今のパソコンはね、どん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 進化しておりまして、当時のパソコンのスペックなんていうのはね、目も当てられないようなものになっていますけれども、それでもね、その当時のパソコンをね、知っていらっしゃる方にとっては思い出深いね、ものではないかなっていうふうに感じます。それでは次の話題に移ります。プライバシーデー。1964年のこの日、三島由紀夫の小説宴の後でプライバシーを侵害されたとして、有田八郎元外務大臣が作者と発売元の新潮社を訴えていた裁判で、東京地裁がプライバシー侵害を認め、三島由紀夫に損害賠償を命じる判決を出しました。日本でプライバシーが争点となったのは初めての裁判でした。そしてね、今現在もこのプライバシーというものはね、重きを置かれているんですけれども、ただね、インターネットの世界においてね、このプライバシーというものはかなりね、侵害されているように私は思います。これからの時代、個人情報を提供しないと様々なサービスが受けられないっていうような、そういう時代になってくるっていうふうに言われていますけれども、今一度ね、このプライバシーデーというものをきっかけに、プライバシーというものがね、何であるかっていうことをね、深く考えてもらってもいいのかなっていうふうに思います。そして1985年、TBS テレビの長寿番組、8時だよ全員集合が放送を終了しております。1969年の10月4日から1971年3月27日、および1971年の10月2日から1985年9月28日まで、TBS 系列で放送されていたお笑い番組、公開バラエティ番組がありました。全803回の放送です。ちなみに1971年の4月から9月までの半年間は、ドリフの先輩格であった花はじめとクレイジーキャッツがメイン番組、8時だよ出発進行が放送されていましたけれども、実際ね、この番組があまりにも不調でね、8時だよ全員集合が復活したっていうね、流れになっています。そして生放送が終了したね、1985年の10月の5日はね、電撃だよ全員集合と称しまして、約2時間枠で電話リクエスト形式で過去の名場面集を放送しました。そして年内いっぱいまでは総集番組としてドリフフェスティバル全員集合ベスト100でつなぎまして、1986年1月から同じくドリフの加藤茶と志村健をメインに据えた加藤ちゃんけんちゃんご機嫌テレビが始まりました。ドリフのメンバーがメインの番組は1992年9月終了の加藤健テレビバスターズまで続きました。この8時だよ全員集合がね、終了したきっかけ、これがね、裏番組で俺たちひょうきん族が出てきたんですよね。この時にね、俺たちひょうきん族の視聴率っていうものがね、上回りまして、8時だよ全員集合と俺たちひょうきん族はね、視聴率においても良い番組をね、作っていく上でも切磋琢磨していました。実際私も前半は8時だよ全員集合を見て、後半は俺たちひょうきん族を見ていたって覚えがありますね。どっちの番組も好きだったんでね。しかも当時ね、ビデオデッキっていうのがね、まあ、発売はされていたんですけれども、非常に高価なものでね、片方ビデオを撮ってっていうこともできなかったものでね、あの当時ね、私はね、どっちかの番組が時間帯変更してくんないかなっていうふうにずっと思っていました。このね、8時で全員集合っていうのはね、生放送で、かつね、とてつもなく予算をかけた舞台を用意しまして、そこでね、今では絶対に再現のできないような、上空からね、車が飛んできて、屋根の上に落ちるとかね、そういうね、スタントっていうのもやっていましたね。あの当時のね、予算としては、1回の制作費に、現在の価格では、数億円っていう額をね、かけていたそうです。さすがにね、今のね、このテレビ業界ではね、そこまでのことはできませんし、コンプライアンスの問題でね、ほとんどのことができなくなってしまいました。そしてこれ見ていた方がね、いらっしゃればと思うんですけれども、8時だよ全員集合の時にはね、必ず一番真っ先に、8時だよって言って、いかりやさんがね、メイン画面に現れて、全員集合って言って、音楽がかかって他のメンバーが脇から出てくるっていうようなね、構成だったんですけれども、ある放送回でね、8時だよって言おうとしたらね、照明が落ちちゃって、そのまんまね、生放送が始まってしまったんです。ただこの時にね、イカリアさんさすがにね、どうにもできなくて、照明が落ちてしまったことのね、状況説明をして、
最終的には一人でねこの話を回さなくなってしまったもんで、加藤茶をね呼び出して、加藤茶と二人でね電気の消えてしまった状況についてね話をしていたんですけれども、その時のね加藤茶のね行動っていうのは非常に面白くて、電気が消えてしまって全く予想外にしないこの事態をねすごく楽しんでいまして、ウキ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 してたんですよね。それに対してねイカリアさんがねまさにね名前のごとくね雷を落としましてね、そういう不謹慎なことを言ってはいけませんよ、これはあくまで全国で放送されている生放送なんですから、なんつってねやりだしたシーンがあったんですけれども、結局ね8分遅れか10分遅れぐらいでね照明がつきまして放送の方は続けられるんですけれども、結局その後にある生舞台というのはね短縮することができないので、後半部分のねコントを削ったりとかしてね舞台裏ではね大変な混乱を見せていました。ただね毎回毎回ね視聴していた私にとってはね本当に面白い出来事でね、テレビの前でも騒然としながら見ていた覚えがあります。本当にねいい番組だったのでね、もう一度復活してほしいなっていう気持ちはありますけれども、まあ今メンバーは加藤茶さんに中本浩二さんにそして高木ブーさんのもうこの3人だけになってしまいました。この3人がねまた集まってね面白いことをやってくれないかななんていうふうに思っていた矢先に、24時間テレビでね3人がね共演してバンドをやっていたんですけれども、あの姿を見た時にね涙が出るほど嬉しかったです。またね8時だよ全員集合のね名場面集なんていうのをね放送しないかななんていうふうにちょっと心待ちにしています。それでは今回は以上にしたいと思います。どうもありがとうございました。